い、いいですか。日本を世界の人々が憧れと尊敬を抱き、子どもたちの世代が自信と誇りを持てる美しい国日本とするため、私は先頭に立って全身全霊を傾けて挑戦していく覚悟であります。政権を担った経験、挫折をした経験を生かしていきたい。福島の復興なくして東北の復興なし、東北の復興なくして日本の再生なし。で、体を大切にしていただいて、by my Abenomics 三本の矢を力強く射込みます。大胆な金融政策であり、機動的な財政政策、そして民間投資を喚起する成長戦略です。固い岩盤のような日本の規制を、私自身をドリルの刃として突き破ろうと思っています。最大のチャレンジは働き方改革であります。人生100年時代を見据えた改革を果断に進めます。令和の時代にふさわしい、子どもからお年寄りまで全ての世代が安心できる社会保障制度を大胆に構想してまいります。女性たちの能力も生かす、ダイバーシティこそがさまざまな社会問題を解決し、経済を力強い成長へと導く。もしリーマンブラザースがリーマンブラザース&シスターズだったら破綻しなかっただろうと言ってますTPP はまさに国家100年の計であります。自由貿易の基地として21世紀の経済秩序を世界へと広げてまいります。 Japan is back。 The Prime Minister of Japan。 Let us call the US-Japan Alliance an Alliance of Hope to make the world a better, a much better place to live。 インド洋から太平洋へと至る広大な海と空を、これからも国の大小にかかわらず、すべての国に恩恵をもたらす平和と繁栄の基盤とする日本は、自由で開かれたインド太平洋を築き上げてまいります。理長、同僚の皆様、めぐみさんはじめ多くの日本人がいまだに北朝鮮に拉致されたままです。彼らが一日も早く祖国の土を踏み、父や母、家族と抱き合うことができる日が来るよう全力を尽くしてまいります。私たちの平和は人から与えられるものではない、
私たち自身で築き上げるほかに道はありません。諸君の務めとは何か。それはいかなる事態にあっても国民の命と平和な暮らしを断固として守り抜くことであります。ただひたすら国民のため先進的に国を遂行する策は日本の誇りであります。あの戦争には何ら関わりのない私たちの子や孫、そしてその先の世代の子供たちに謝罪を続ける宿命を背負わせてはなりません。我が国の未来、それは子供たちであります。すべての子供たちが家庭の経済事情に関わらず未来に希望を持ち、それぞれの夢に向かって頑張ることができる一億総活躍の日本を、そして子どもたちの誰もが夢に向かって頑張ることができる、そういう日本の未来を共にここから切り開いていこうではありませんか。一人一人の日本人が明日への希望とともにそれぞれの花を大きく咲かせることができる、そうした日本でありたい。日本の未来は今何をなすかにかかっています。悲観して立ち止まるのではなく可能性を信じて前に進もうではありませんか。厳しい現実に立ちすくむのではなく輝ける未来を目指して皆さん共に立ち向かおうではありませんか。ご清聴ありがとうございました。もう一回。